プレイレベル、人気、ビジネス面のどこをとっても世界最高峰と称されるのが、スーパースターがこぞって集まるプレミアリーグだ。フットボールの母国なだけにその歴史は長く、前身のフットボールリーグは世界最古となる1888年に創設された。動画、伝説のストライカーも、シーズン最優秀ゴール候補、と絶賛。ミトマの衝撃ドリブル弾。 対して J リーグは今年で30周年。日本サッカーが目指すべきリーグの一つではあるが、そもそも両者の間には積み重ねた年月に大きな差がある。プレミアリーグ中継で解説を務める定体,体制誌に、J リーグとプレミアリーグの違いを尋ねると真っ先に飛び出した答えはやはり歴史だった。まず、歴史が一番大きな差だと思います。プレミアリーグは100年以上の歴史がある。 まだ30年の J リーグと比べるのはひどですが、やっぱり歴史に紐づいた人気や観客動員数が大きいですよね。マーケティング面では J1 でも空席が目立つ。僕は韓国の K リーグを見ているので、アジアの中では断トツで人気だとは思うんですけど、まだまだ経済的な部分で。プレミアリーグの平均年俸は一昔前で3億6000万円と言われていて、 今はもっと圧倒的に上がっていると思うので、そこの部分で差を感じます。J リーグは海外の選手が入りづらいところもあると思います。イングランドはヨーロッパの選手たちはフリーで、外国人枠にはならないわけじゃないですか。そういった部分でリーグレベルの向上を考えたときに、精度と地政学じゃないですけど、場所の利がないのは J リーグですよね。どうしても遠いので、 リーグのレベルを上げる上で、経済面プラス、地政学的な部分でもプレミアリーグとの差は認めざるを得ない状況ですね。本当にただのスポーツに見える。ホンダケが言ってたバスケットじゃないけど、うにかして、少しでも有利にするためにって。でも、J リーグは近年ちょっと、レフェリングの意識が変わってきて、ちょっとやっぱり流すようになった。欧州基準に合わせるように、 ここ5年ぐらいはそうなっているので、すごくこれは良いことだと思っています。だから今、日韓戦で結構、欧州に比べてファウルを比較的簡単に取る、韓国は日本に対して諦めムードに入ってるんですよ。それの大きな要因はレフェリングだと思います。戦える選手たちが増えて、ヨーロッパでプレーする選手が増えて、今の時代は日本が日韓戦で有利な状況だと思う。 そこに起因しているのはやっぱりレフェリングかなって。取材、厚生黒丸有園龍馬、サッカーダイジェストウェブ編集部。